とどろきよけんらい、ソードは、長谷川雄一の漫画作品である。マップスなどと並ぶ作者の代表作の一つで、主人公、百地、王太しはじめ中学生550人が、学校ごと剣と魔法の異世界、泡の中央界へ飛ばされる冒険ファンタジー漫画である。現代人が何らかの理由で、剣と魔法の異世界へ飛ばされるというシチュエーションの漫画やアニメは、数多い。 ところがこれらの作品の多くは異世界へ赴くのは一人、あるいは少人数である。そこで、長谷川は、大人数が異世界へ飛ばされる作品企画を構想し、前々から売り込んではいたのだが、編集者になかなか理解されず実現には至っていなかった。1992年10月、角川書店でお家騒動が勃発し、メディアワークスが角川から分裂する形で、設立された。 この影響で当時角川が観光していた月刊コミックコンプはメディアワークスが新たに立ち上げた月刊電撃コミック画を、に多くの漫画家、編集者が移籍した状態にあった。そんな中で角川が白羽の矢を立てたうちの一人がこの当時すでにマップスで知られていた長谷川であり、1993年3月号にてダイソードが連載開始となる。 しかし、旧橋の儀的な体制であった同志は、翌年の1994年10月号をもって、休館、アクト20で、打ち切りとなる。徳馬書店の月刊少年キャプテンに移籍して1995年1月号より、とどろきよけんだい、ソードと解題し連載再開の運びとなった。この頃の長谷川はこれに前後して、学研の、 月刊コミックの羅でマップスの連載終了直前、角川が新たに立ち上げた月刊少年エース総刊号より機動戦士クロスボーンガンダムを連載開始という状態であったため、一時的にではあるが三種同時連載をしており、翌1995年はマップスは一応終了したものの前編単行本絵描き下ろし作品、飛べ、イサミと並行になる。 キャプテンでの連載は順調に進んだが、もともと確から移籍した作品であるという事情もあり、1996年に同志編集部は新作への切り替えを打診、そこで単行本題六巻相当までとなる1996年9月号のアクト41で雑誌連載を打ち切り、最終巻である第7巻を書き下ろし1997年1月に刊行することとなる。 なお、キャプテンは、同月発行の1997年2月号を、もって、何の予告もなしに突然休館したが、第7巻が描き下ろしとなったのは前日の理由による、ものであり、休館とは、無関係。1993年1月25日午前8時36分、全校生徒550名と共に、校舎ごと消滅した休校集中学は、異世界。 泡の中央海に飛ばされる。それは白狐つ魔の国テルテウィタスと北国との争いの中で行われた大数度争奪戦に巻き込まれたためであった。北国の軍勢の真っ只中に出現した旧校衆、中学校舎はひっかいなモンスターの襲撃にさらされる。その混乱の中、百地、王府都市は大騒動の封印を解き、学校を守ることに成功する。テルテウィタスの魔法使い。 有利なた、からから事情を聞いた百地、王府都市、仙道今夜ら休校集中学一校は、元の世界に帰るためテルテイビタスを目指す。異世界、阿波の中央海に転移した、中学校。校舎が、生徒550名と周囲の土地を含めて手にした。阿波の中央海とは、構成物質が異なるために、地上から浮遊しており、穂を張ることで、自立高校できるようになる。 泡の中央会では、空飛ぶ四角い城と呼ばれている。なお、天時に、職員会議をしていた教職員は発見されていない。メインキャラの名字に、関数字が含まれているものが多いのは、メインクラスのキャラとして使うつもりのものの目印である、ため。基本的に普通の中学生たちだが、それなりにたくましく、異世界の技術や魔法を学びながら成長していく。異なる。 他種族が暮らす世界。種族によって、容姿、能力の差異が大きいが、ある程度の根血も可能など、謎が多い。はじめに立ちし者によって作られた巨大人型兵器。作中では、ゴッドホースとルビが振られている。神が泡の中央界に争いが絶えないように作り出した存在で、各自が額に召喚アイテムがあり、頭部の座席に人間が登場できる。 召喚手ソウルマスターとして、頭部のコックピットに登場し、のままに動くよう、設計されている。確立された自我による、自立活動、固有の戦闘能力に加え、基本形態としての武器型の、ウェポンモード、人型の、グラップルモード及び、獣型の、ビーストモードに変形が可能で、核モードによって攻撃力、防御力、魔力などの能力値が変化する。 それぞれウェポンモードに合わせた神の〇〇という二つ目を持ち、ウェポンモード時には魂の器や小数によって仏器として使用可能。製造工程、材質、内部構造などは一切不明。泡の中央界の人間の魂を人格として封じ込めているが、一例を除き本来の記憶は消えている。時に協力し合い、時に敵対するなどをして、 人間と敵対していたが、3万3000年前に起きた大騒動の反乱を境に、各自の心の中に変化が生じている。なお、時間さえあれば宝の能力を使わずとも、自力で破片状態からでも復活することが可能。現在はいずれも絶版だが、少年キャプテンコミックススペシャル版と講談者、漫画文庫版は、電子書籍として配信されている。 ありがとうございます。